わさぷすみんな、どうも、ギフライタトモです。今回もね、海竜族に関わる新カード発表されたので、一緒に見ていきましょう。まず、モンスターから見ていきましょう。1枚目、こちら。イルカ王、イルクワ。水属性6レベ、海竜族で2000、守備力が500。地球の荒波に揉まれ、帝王額を叩き込まれたイルカ。このね、イルクワって若干ね、騎士感ある人もいると思うんですけど、今回発表されたトラップカードに、その騎士感の謎がね、明かされるので、またそちらもぜひご覧ください。じゃあ2枚目のモンスターカード。こちら。かわいいね。カルイルカ。レベル2で攻撃力500、守備力が1000。自分フィールドに海または大海洋があり、自分フィールドに通常モンスター、魚、海流、イカズチ、水がいる場合に発動できる。自分はワンドローできる。手札からカードを切らなくても、手札が補充できるカード。優秀なワンドローカードですね。いいですね、これ。あとイラストもめっちゃ可愛い。じゃあ次、魔法カード。こちら話題になってるんじゃないでしょうか。Shape of Aqua。めちゃめちゃ可愛いです。もう手のひらから出ているイルカもそうだし、もうこの水族のやつですね、こいつ。手札の魔法トラップ1枚墓地を食って発動できる。自分の墓地のモンスター、魚、海流、水、イカズチ一体選び、自分フィールドに特殊召喚できると。で、この効果で特殊召喚したモンスターは800ダウンするというデバフ効果がついてるんですけども、まあいずれにしろグランドエクストリーム同様、何でもレベル関係なく出せる。さらにこいつの場合は、水族とイカズチ族も対象になる。という感じですね。本格的に魚、海流、水族を強化してきた感じになりますね。いや、めちゃめちゃいい。そしてトラップカード。こちら。イルカカウンター。自分の墓地の魚または海流が攻撃を受ける相手モンスターの攻撃宣言時、自分の墓地の海または大海洋を1枚デッキに戻して発動できる。相手フィールドの攻撃力が一番高いモンスター一体を破壊する。で、自分はワンドローし、お互いに確認する。そのカードが海または大海洋だった場合、さらに500ダメージが当たると。いうことで、このトラップカードはね、強いんじゃないでしょうか。相手のエース級の強いモンスターは破壊できると思うので、めちゃ強いと思います。そして最後、トラップカードが、こちら。イルクアの荒波。相手モンスターの直接攻撃宣言時、フィールドに海または大海洋がある場合に発動できる。相手の全ての表側表示モンスターの攻撃標識を変更する。で、その後、自分の墓地の海竜族の通常モンスター一体を特殊召喚できる。という、なんかやたらめちゃくちゃなカードが発表されました。イルクアの荒波、遊戯をやってる方は若干騎士感あるんじゃないでしょうか。そうですね。イタクアの暴風ですね。若干名前も似てるし、効果も似てます。相手フィールド上の全ての表側表示モンスターの表示形式を変更するという効果に加え、このイルクアの荒波の方は、さらに海流族も特殊召喚できちゃうというおまけがついてきます。ああ、本当にね、魚と海流が一気に強くなる感じしますね。10月末に発売されるので、楽しみに待ちましょう。高評価、チャンネル登録、ぜひぜひ、お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。3、2、1!